春日神社にやってまいりました。あ、これ近鉄ね、近鉄大阪線でございます。ちょうど桜が通ったんでね、ちょっと寄ってみましょう。これ誰だったかな、これは飛鳥時代の前の古墳時代のね、祀られてるはずだったね。春日神社、ね、よくわからんな。ここはかなり古いらしいんだけどね、なんで見たんかな。思ったより小さいね、この神社ね。はい、失礼します。どこに祀ってあるの。あのね、どうもビタってんのがどちらこちらじゃなかったんかね。ビタっていうのよりは飛鳥時代のちょっと前やかな。あら、敷地は奥まであんねんけど、ちょっとこれはちょっと辛いのがあんねん。ビタっていうのやったかな。この辺に王宮があったんだけどね。あ、ここらあの奥屋は。はい、失礼しました。宮司さんも誰もいらっしゃらんのかね。はい、失礼します。はいはい、うん、ちょっと読まれへんね。ちょっとわしの、なぜかってやるんだろうな。ちょっとわしの感覚で読まれんな。日本語ではあんねんよね。はいはい。この祠の裏や。最初よね。あ、なんか祠あるぞ。なになに？おお、なるほど。ビタってんの。ほうほう。この地域がそうでか、ここにじゃあ見上がったんだよね。あら、中入られへんな。なんかあの祠が中見えないんだよね。どうしました。え、なんか入ってる。あれ、まされてないみたいな、何にも。明治三十六年。どういうことやろ、ここの、ここまでね。敷地は広いんだけどね。なんか入られませんよ。古いね、この木も。これいいね、これ。いや、何の日やろ。あらあら、ビタっていうのがこちらこちらの方だったけどね。はい。お、牛が。牛が入ってないか。春日神社でございますからね。あ、なんかここにある、看板が。こんなんかの看板がね。看板に並べよ。ああ、ほら、いいだろ。お皿田立ち玉の宮伝承寺。
死に見えてんだよ。ちょっと待ってやる、誰って美田天の、美田天のから始まってるんだな、死に見えてんだ。ということはちょっと前か、ここは全焼地だったの、ここはもう走らないからね。はい、じゃあ行きましょう。多分ナビでは春日神社、春日神社って出るんやけど、こんなになんかあれかね、敷地は広いけど小さいもんやったからね。よく走、ここ走っとね、横な169号やから、よく走ってんねんけど、この近辺でもってくれたね。まああの裏にもあんねんな、ほら鳥居が入らねえんだよ、なんか。手前だけしか入らねえんでね、どういうことでございましょうかね。そこにほくろあんねんけどな。ほら結構広いんだけどこれね。あらあら、この広さやったらこれ7、8メーターだよね、幅も7、8メーターね。前のちょっとしたところだけでも入れたのね。はい、残念でございました。